もう本当に彼はすごいですよ。うわー来るか、待って、こういうことか。多分一目で私分かるんだけど、大体すごい韓国っぽいんだよね。やばいの来るわな、これ。Hi guys, welcome back to my channel, コニーです。ということで、私、ジャパンジャム、リバルロックから帰ってきてですね、今日はマーゼル、ビビットのティザー2が出たということで、こちらはね、まあ今日雨の日ということで、まあ最高の YouTube 日和な感じなんですけど、見ていければなと思います。私、都内でビデオやったデザイナーをしているんですけども、こちら映像分析とかね、美術分析、あと、今回の多分韓国で撮った疑惑が、この個人的に出ているので、そこら辺のテクニックとか、ライティングとか、衣装とか、そう、あとメンバーの箱押ししてるグループなので、そちら辺コメントをしていければなと思います。始めます。やっぱりね、多分一目で私わかるんだけど、大体すごい韓国っぽいんだよね、色味がね。じゃあ始めていきましょうか。もう、わあ、ちょっと想像以上のクオリティ映像なんだけど、どうしよう。めちゃくちゃ綺麗だよ、一つ一つのショットが。うわうわ、やばいこれ。うわー来るか、待って、こういうことか。やばいの来るわな、これ。やっぱりステージで踊るっていうショットに、あのシーンに持ってくか、若干想像したんだけど、うまいね。だからこのステージまで持っていくっていうあのシーンの、まあ、持ってき方だよね。走っているショットを最初にこう持ってきて、最初後ろから撮るでしょ。で、次横から撮るんです。横から。で、ここの、影ってかさ、ブラックになってるところがね、こう壁とかが、そう、ここでちゃんと被写体にここら辺にね、すごく視線が行くようなうまい前ボケ感とかだよね。てか、衣装かわいいんですけど、衣装さ、多分、セットごとに変えてくるタイプだよね。あの、韓国 MV ってめちゃくちゃ衣装替えの量やばいんですけど、多分そういった要素を今回取り入れてくるんじゃないかなと思います。ミッションは衣装一つだって、で、セット二つで、まあ、カメラワークグリングリみたいな感じだったけど、今回は、このポップな感じの衣装でしょ？で、ステージ行くと多分ね、スーツみたいな衣装に変わるんだよ。で、いい感じのボケ感でした、あの、ブレ感でしたよね。そう、今時、こう、ちょっとね、ブラス、躍動感。で、タクティーですよ、これ。ちょっと。やっぱ衣装今回すごいいいね。かわいいね。うん。で、ちゃんとね、2衣装。なんか2個か3衣装ぐらい用意してるから、その、ここら辺でめっちゃポップな感じで着て、で、サビになるとすごいフォーマルな、締まったスーツみたいな感じで来るんじゃないかなと思います。タクト君のちょっとブロンドはやっぱ綺麗だね。だメイクすると本当に美しくなる。このネックレス今回すごい可愛いんだよね。アメリカのポップな感じで。はい。キュート&ポップな感じで。で、ちょっとあの、手すりをね、持っているショットを間に入れ、ここですよ。もう綺麗だよね、こういうところ。ほんもうシネマティックな感じで。これ、直也くんかな？で、これボケ感もいいし、ここね、手すりの前のところボケてて、ちゃんとここね、手にフォーカスが合ってるみたいな。素敵だね。そう、で、若干寄ってて。で、この階段の上から撮るのはね、結構あるんだよね。映画とかでもあるじゃない？うまいよね、ここら辺はね。でね、綺麗、グレーディングが綺麗かな、色味がすごく綺麗で、ほんと映画っぽい。最近の韓国 MV、もうほんとに映画に近いようなカラーグレーディング、映像の色味を出してくるんですけども、フォーカスとかもね、綺麗だし。多分これ 4K で出してくれてるじゃないですか。だから、編集 4K で出せるってこと、編集した後に 4K 出せるってこと、8K で撮ってるわけですよ。そう、そこら辺がもう本当に、ワールドスタンダード、韓国スタンダードっていう感じでございますよね。本当に素晴らしい。で、まあ、いよいよですよ、ここ。だからやっぱステージで踊ってくれるんだね。すごいジャジーな、ちょっと大人っぽさもある楽曲で、今回、ラジオの方で聞いたんですけど、フルで。めちゃくちゃかっこよくて大人っぽくて、またミッションとは全然違う。カイリュウくんの拳の効いた楽曲、歌声がめちゃくちゃハマるジャジーな、ちょっとね、明るい曲なんですよ。で、扉を開けて、ステージに上がっていく。で、直也くん。でね、ここも入れるんだね。カチンコ入れるんだね。いや、めちゃくちゃやばい、スーツ姿の。なんかちょっとファンタジーっぽい感じ。ミッション。いいよね。だからさ、ちょっとミッションのライティングをちょっと思い出させるような、
チからライトブルー入っててスモーク焚いててレンズに光が入ってるからここがなんかレンズフレアになっていてここら辺がエモいんだよ。実はめちゃくちゃいいカメラ使ってるんだよね。そうでここでね、あ多分ランくんかな、ね、フォーカスになってて直也くんちょっと前ボケになってるみたいなショットですね。もうかっこいい。ここから歩いてくるんだよね。扉なんかよね、シーンごとに切り替えが上手です。こういうところで扉開けるショット、その次に後ろから撮ってで前からね、あのフォーカスもねだんだん合っていく。こっちにフォーカスされてだんだん直也くん、この今回の主人公なのかな、直也くんはね、うん、ディザーワンでも結構主人公感あったよ、真ん中にいて、うん、でここですね、まあ、あれだったからね、本当に一番良かったからね直也くんね、最後のオーディションミッションミッションでね。でここであーはははは、もう本当に彼はすごいですよ。本当になんて書いたんだろう、デビューカット13テイク2で日付プロデューサー whatever なんでもないんじゃないかね、ロール3 most wanted、 なるほどなるほど、あーやっぱキムさんだよね、 HY キムさんだから韓国で撮ってるね、カメラマン韓国ってことで韓国で撮ってるな、これは。だから多分社長がやろうとしてるのは BE:FIRST の差別化で、 BE:FIRST はメイドインジャパンで MV を結構作り続けて今後もやっていくと思うんだけど、マージェルは結構韓国制作でいって韓国スタンダードですごいもうプレデビューデビューからすごい高いクオリティであの MV とかティザーとかね、もちろん多分ダンプラとかも作ってコンセプトの作りからもめちゃくちゃしっかり、そう、衣装とかメイクとか、そこら辺、ライティング、カメラワークとか、もう本当に韓国スタンダード、世界の MV スタンダードで最初から行って、だから本当に世界に通用するって部分を最初からめちゃくちゃ高いクオリティでやってくるっていう部分で、あれなのかもしれないね、あの差別化って意味なのかもしれない。もちろんさ、ザ・ストレートって時はさ、その予算的にバジェットが足りなかったみたいな部分もあったけど、今回ね、BE:FIRST とか他のあの BMCG のグループがいるから、まあ、バジェット一応結構割と組めるようになってきたみたいな状況で韓国制作にして、そうなんだね。だからこととかもさ見ていただくとさ、グリーンショップ .co.kr これコリア、あのサウスコリアだから、あの韓国の、 あのウェブサイトのあれですよね、リンクですよね。だからグリーンショップっていう制作の会社なのかな、の方だよ、のあれだよね。でディレクターさんが多分ね海外の方、うん、で確実にカメラマンはキムさんなんで韓国人です。でトゥインでリンあのウィンクする直也くん、だからちょっとセクシーな感じもありつつキュートでポップで、ライティングもね今回パープル入ってて、ちょっとライトブルーが全体的に回ってて、でこっちからパープルが入ってるからもうすごくセクシーでさ、もう衣装もみんな、もうトムの衣装見ていただくとさ、このインナーシャツじゃない、すごいセクシーなこの巻き方とこのリボンっぽい感じのね、あのカラーコラーの感じ、あの襟の感じ、もうめちゃくちゃ可愛いわけですよ。でみんなジャケットを着ているからタックティーとかもちょっと気になるね、衣装ね、はいっていう感じなんだね。だからステージでこう踊っているビビット結構ね、ダンスも今回しっかりと来ると思うんですよ、うん、でちょっとねファンタジーを思い出させるような感じのジャジーな感じで来て、これをはでステージ上で結構ねミッション並みのエグエグのカメラワークで来ると思うよ。韓国のキムさんでしょ、今回カメラマンすごいと思うよ。ここら辺鉄筋で組んでて、まあ、しっかりともう本当にあのステージで踊るって、でライティングもね、だから中で撮るとね、そうセット組んで撮るとすごいいろいろ遊んでくるから、スモークとか焚いてもうやりたい放題できちゃうんです。でだからそのサビまでの持っていき方としては多分ね、ここでしょ、結構こういうの多いんだよ最近 MV で。でこの走っていくのが多分サビまでのちょっと直前で、あのステージにみんなかけていく、かけ出していくみたいな部分を後ろから撮ったり横から撮ったり、そうもう本当に映画の波のクオリティだし、ショットごとのこのなんだろう綺麗感、絵の綺麗さ、そしてね画質もすごくしっかりと 4K で出してくるあたりがもう韓国ワールドスタンダードでございますけれども、でタクティもちょっとあの隠れ主人公な感じだと思いますね、このあのエモい感じ、タクティの
ちょっと隠れ主人公感は否めない。で、最近このね、ちょっとアップルのね、有線イヤホンってね、なんかね、また来てるらしいんだよね、ハリウッドでね。あえて有線にしてファッションに取り込むみたいなのが、そう、海外セレブで、ちょっと前に流行ってたらしくて、まあそういうところも可愛いよね。で、iPhone もブルーにしてポップな感じで、はーい。メイクするとやっぱタクティはいいですっていうのを2回ぐらいもう言っているけど、やっぱりね、この、メインショットの間のインスタントショットだよね。この上からとか。そうで、黄色でしょ？この鉄筋が。で、青のちょっと照明というか、ライティング入ってる黄色と青で、すごくカラーのね、補色だしね、バランスも良くて、太陽光もいい感じに影になって入ってたりとかして、メンバー二人いて、そう、まあ、こう、リーディングラインになってるからね。こう、しちゃとね、下手に目が行く。もう、こういうところが上手いんですよ、マーゼルは。MV は。本当に。ミッションでもそうだったけど。あ、てか、ミッション、スカイハイの、ジャパンタムで初めて聞いたんですけど、めちゃくちゃ良かったね。社長めっちゃ上手いんです、もう、本当に。もう、あんな、すごい社長がいる会社は、本当、大丈夫。一生ついていけるって感じでした。もう、確信に変わりました。はい。で、このステージ。いいね。あえて、このね、カチンコをね、小道具に使ってくるあたりがおしゃれだよね。最近ね、なんか流行ってるっちゃ流行ってるんだよね。裏の、あえてこうカメラとかの機材を見せるみたいな MV が結構割と来ていて、そう、照明道具とか、カメラのね、カメラが撮ってるのを撮るみたいな、後ろから撮るみたいなのをショットを MV に挟んでくる。そういう K-POP とかね、MV 流行っていて、だこういう小道具はもう面白い。最先端ですよ。うん。面白い。楽しみですね。はい。で、確実にね、ミッションから続いて、韓国制作ってのは確定って言っていいのかな？うん。って言っていいと思いますので、ちょっとグリーンショップ、ドットココリアっていうのをちょっと調べてみたいなと後で思います。はい、この辺でね、どういった方がね、制作で関わってるかとか見えてくると思うので、ここら辺を見ていくと、そうですよね、やっぱ5月の8日なのでもうそろそろ出ますと。で、11日ミュージックビデオリリース、だからデジタルリリース、先に楽曲を聴けちゃうっていう、すごく楽しい、ワクワクする感じだよね。で、17日にフィジカルで CD が出ると。そう、 CD のジャケットもね、ライトグリーンで可愛いんです。で、予約こちらからできます。でね、結構ね、マーゼルの運営すごくてね、 TikTok かなり激しめに投稿されておりまして、もうざっと Z 世代をしっかりと掴んでいくっていう感じの路線、素晴らしい。でね、本当にマーゼルはコンセプトの振り幅がすごくて、もうミッションのこのダークシックな大人っぽい、ちょっとコンテンポラリーなコンセプトで、まあプレデビューをして、今回ジャジーな、ちょっと初めてじゃないかなっていう BMSG で、ここまでジャジーな大人っぽい、ちょっとおしゃれなアメリカンポップなこの衣装、タクティの衣装とか、そう、なかなかね、ビファーストがやってこれなかったようなコンセプトをもうデビュー曲でやっちゃうっていう、まあ、若干ビッグチャレンジであるけど、もうね、すごい表情管理もすごい方多いし、ナオヤくん、トムとかもね、タクトくんとかも含めて、ダンスもね、セイトくん、タクトくんとか、ランくんとかも、リュウキくんいるし、ボーカルはなんて言っても、カイリュウくんが本当にね、どんなコンセプトでもうまく表現していく。もう声量と、声色、声質、もうね、これは世界をつかめる。もう、プレデビュー、デビューから、ちょっとね、世界的にね、グローバルにファンをね、つかみつつあるっていう状況にはあるんですね。コメントを見た感じね、もうすでに海外ファンがいるっていうのは、もうちょっと気づいてしまったんですけど、もう今回のデビューで結構ね、インパクトのある曲だと思いますよ。なかなかね、ジャズ的要素を組み込んだデビュー曲でデビューする、今時 J-POP、K-POP のボーイズグループ、なかなかおらんのですので、楽しみでございます。ということで、今回、長々と語らせていただきました。あとね、他の動画でライブ参戦したんですけど、ジャパンジャムとビバラロックの、参戦リポート動画、結構こちら好評いただいておりますので、ぜひ見てない方いたら見てくださいということで、ティザー1もね、リアクション分析解説しておりますので、そちらもぜひ見てくださいということで、 Thank you guys for watching, stay safe and healthy, see you guys in the next video and goodbye!